上のなんか作業をしたいという方にはこういった回転して足を上げていくようなタイプも人気が出てますね。あとはこちら新型のハルナなんですけども、今日はこの目玉商品で前の新型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 がありますからね。去年の方がハルナも向こうにあるんですよ。でお値段がちょっと目玉商品なので少し安いので、まあ見比べていただきながらですね、普通のハルナと変わったところはこのハンドルの高さ、そしてエンジンですね。こうしやすいですし、中を見ていただいたら終了センサーとあと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。曲がるときだけで成功。
タイヤの大きさが小さかったり大きかったり、それでも値段が変わってきますので、それで大きくなったら15カ月しかあります。その中から皆さん その馬力帯を選んでもらったりとか、ギア数が多い方が値段がちょっと良くなりますよね。やっぱり通常一般でよく売れてるのはこれです、はい、標準ロータリーのタイプでですね。でもう一つ